過剰水面を埋め尽くすボタン浮草ボタン浮草は単子養植物サトイモ科に属する水面に浮かぶ熱帯性の水草である。熱帯地方に広く分布し原産地は南アメリカとも中央アフリカとも言われるが詳しい原産地は不明。英名をウォーターレタスという固アオイのような浮草になる水草で水面上に葉を広げ水中に根を垂らす。 葉は、先の丸い、横長楕円形のものを、ロゼット状につける。葉は、白六色、表面に、ビロード状の柔らかい毛が一面に割え、よく水を引く。葉は縦に、膝状のシワがある。葉には、厚みがあり、内部には、空洞が多い。つまり、葉それ自体が浮き袋になっている。株が小さいうちは、水面に葉を平らに浮かべ、大きくなると、 葉はやや立ち上がり、サニーレタスのような感じの姿になる。株の下側からは、多数の根が伸び、根は糸状で枝分かれせず、多数のヒゲ根を伸ばす。株元から水面に匍匐形を伸ばし、その先に小株を生じて、無償生殖する。通常は、無償生殖だが、花を咲かせて結実する、有性生殖でも繁殖する。花は、葉の隙間に咲く。 白っぽい緑で目立たないが小さいながらも仏園法の中に肉母花女がつくという里芋科の特徴的な花をつける。日本には1920年代に観賞用として沖縄、小笠原に導入された。美しい花は咲かないが型の面白さと水面で育てられる手軽さのため広く栽培された。一出して野生化したものが世界各国で気化し問題視されている。 繁殖はとても早く旺盛で水面を埋め尽くすほどでその繁殖力から固有種植物を駆逐し環境破壊の一因となっている。また、固定青いほど大きくはならないものの同じように水面を覆い尽くし水路を塞ぎ場合によっては大きな影響を与えることも指摘されている。日本においても関東以前で1990年代から広がり大阪の淀川など 大繁殖が問題となり、駆除に手を焼いている地域が多い。このため、2006年2月に、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律に、基づく、特定外来生物に指定され、学術研究などの特別な目的以外での栽培、保管、運搬が禁止された。もちろん、販売も禁じられているが、現在でも、 インターネットなどで取引されることが少なくない。ウォーターレタスという英名がついているが、食用にはならない。一族一種である。里芋科としては、例外的な水草であり、他に似たものがいないため、一種でボタンウキクサ科を構成する。ビーンチ、HJ、ドリアス、M& グプタ、A.K. ピスティアストレイジオッツ。 the IUCN レ e d l スト t ブセレトンドスピ n d o s 2017 et 168937a84295055https://doi.org/.10.2305/.iucn.uk.2017-1.rls.t168937a84295055 e n とと d お w n l おう d でえどおうぬになのおくとおばあにせんじゅうはっきピワコ博物館ウェブ図鑑、外来生物ボタンウきクサ、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 APC ボタンウきクサ新入生物データベース国立環境研究所ありがとうございます